DJ サイレント MC プレイクリア、地下のゲイ桜坂ギャングスターシップ。アジアの島国へ、大陸から見れば神風武士の国、白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道、弱い優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから、嘘本当見分ける左右の目、未だ分からぬ自分の左右の目、見捨てないで神は見捨てて。あれ何でしたっけ、ボクサー井上尚弥ですか。違いますよ、リカルド、マヨルガ、スーパーヒール元2階級王者、はい、こいつやばいですよ、調べてください。多分今まで出てきたボクサーの中ので世界一だと思います。このボクサーはやばいです。もしかしたらこれこいつもしかしたら井上尚弥に勝つかもしれないです。もし尚弥と階級合わせてやったらこいつには勝てないかもしれないです。めっちゃ悪そうじゃないですかこいつ。だってあの試合するときに計量があるじゃないですか、計量を受けに行くときにタバコ吸いながら計量を受けてますからね。あります、はい、もう全然でもボクシングの試合も別にボクシング別にならなくたってこんなの勝てるっつって、はい、もう喧嘩ですもん。面白そうですね、で全部もうとんでもないノックアウトですね。その勝ちっぷりと負けっぷりの激しさから人気が高いって書いてます。いやもう本当にやばいですよ。ボクシングだけどボクシングはやらないみたいなスタイルなんですか。いや一応ボクサーですけど2階級制覇してるんで、喧嘩ですか。もう喧嘩スタイルですね。175センチ。だからちょっと井上尚弥と階級がちょっと違うからあれですけどね。この前の井上尚弥の試合は見ました。見ました。やっぱ強いですよね。アメリカで多分やっぱ自分たちのホーミーたちもやっぱもう絶賛してますね、自分もやっぱ強いと思います。だけどやっぱこういうね、なんですかね、そのボクシングも別に習ってないのにね、もうはい、それでタバコも吸いながら別にマラソンするわけでもない、練習するわけでもないのに2階級制覇するってすごくないですか。ハングリー精神ですか。ハングリー精神ですね。もうだってもうずっとこもう反抗時期状態ですからね、ずっと。今は違いますよ、今はもう大金持ちになっちゃってますけど。やっぱアメリカに住んでるんですか。どうなんですかね、自分の国にいるかもしれないですね。これちょっと今注目ですね、面白そうです。こういうのがね、やっぱいろんな国にこういう人間がいっぱいいるけど、世に出てこないだけで本当にこういう強いやつっているんですよね。こういう面白い人がいいですよね。そうですね。ケイさんが好きなようなスタイルですよね。多分そうですね。出てきたりとか。47歳ですって。あ、今現在ですか。はい、若かったらあれですね。でもこの年齢でも全然いけちゃうんですかね。大体47歳で軽量にタバコ吸いながら来るっていうのも、まあちょっと常識がないって常識がないですけどね。面白いです。大体ボクサーでタバコ吸ってること自体おかしいですからね。はい。昔刑務所の中でボクシング大会あったんですよね。そうですね。93年ぐらいまでありました。それやっぱりヒートアップしますか。ヒートアップしますよ。はい。でもね、やっぱ優勝するとコーラ1年分とかナイキのスウェットとか景品があるし。うん、やっぱ強いの黒人ですか。いや、メキシコ人やっぱ強いですね。あ、はい、
メキシコ人とか、ね、パナマとかボクシングやっぱ強いですね。何が違うんでしょうね。やっぱメキシコの子って言えば、ね、2、3歳からボクシングずっとやってるから、はい、ただみんなちっちゃいから何ですかね、あのバーって入ってこられてバタバタって引っ張られるんですけど、飯田君もそんなに効かないですよね。そうですね、ケイさん言われてましたもんね、はい、その自分結構なんか結構素手とかバットとかでも流れても、うん、なんか興奮してると何にも効かないですね自分、うん、バットですよね。だから本当に顔とか思いっきりあの北新宿とかであのその車のすれ違いができないので、あの一回喧嘩になったことがあって、で降りてきたらそいつがなんかあのボクサーだったんですね。で自分ここを殴られたんですよ思いっきり。でこんな急に腫れたんですよ。だけど怒ってるじゃないですか、痛くないんですよね。で向こうは殴って顔が変形してるぐらい殴ってるのに、あんなことやろうって来るじゃないですか。それでブルッと走って逃げましたからね、車を置いて。だからなんか興奮したり怒ったりしてるとなんか刺されててもなんか全然痛くないんですよね。後から痛くなるんですよね。この前なんかフェイスブック載ってましたけど、ケイさんここの顎のとこ、あ、ここはジェットに乗ってて、はい、あのなんかなんですかね、そのジャンプするのが流行ってた時があって、でそれであの手が離れちゃって落っこって自分のジェットの上に落っこっちゃったんですよ、顎から。で顎が粉砕骨折しちゃって、で感覚がなくなっちゃったんですね。で痛くもないんだけど、だけどすごい血が出てるから切れてるのは分かるわけじゃないですか。だけど海の上だから鏡とかないじゃないですか。で一緒に行ってるやつに、え、なんかやばいとか言ってみたら、いや結構やばいよとか言って、でとりあえずガムテープで止めといた方がいいよつってガムテープで止めたんですよ。でガムテープで止めて、それが2時ぐらいだったんですね。でいつも5時ぐらいまでジェットに乗ってたんですよ、江ノ島。まだマリーナやってない頃だったんで、江ノ島だったんで、でやっぱみんなと一緒に乗ってて、で全然痛くもなかったんですね。で帰りにあのそいつが、帰りこのままもうジェット引っ張ったまま帰り、あの緊急病院寄ってあの縫ってもらった方がいいよっつって、で茅ヶ崎の市立病院行って、でガムテープ剥がしたら、いやこれ縫うどこじゃなくてとりあえずレントゲン取んないとダメだっつって、レントゲン取って、したら粉砕骨折してて、でこれはほら海でずっと遊んでたから海の砂がいっぱい入っちゃってたんですよ。それを歯ブラシでこす、それが半端じゃなく痛くて、でそれを終わって麻酔打って縫ったじゃないですか。で縫ってる最中に先生さって、あの縫う時に麻酔かけんだったら、その歯ブラシで洗う時に先麻酔してたくれたらあんな痛くなかったんじゃないのって言ったら、そうですよねとか言うかな。で自分の携帯渡して縫い終わって、先生これで縫ったとこ撮ってくれてたのがあの写真です。うん、結構似てましたよ、12針です。ですよね。うん、縫って、あの縫った後にあの携帯渡して写真撮ってくれたっていう感じは今までいなかったっつって。ケイさん、血は本当に骨折してるし、もう骨折してる。顎はもう何回もですね、あのアメリカの刑務所の時にあの角材とかで。顎はもう結構すごいっすね。そんなになんか痛いっていう記憶がないっすね。一瞬バチーンって感じですか。なんか麻痺しちゃってる感覚ですね。痛いっていうそんな感覚はない、あんまりないかもしれないですね。そんなに痛くないですよね、でも。痛いでしょ、池田さん。
でも大体でもその切ったりとか見つけたりした時ってその一瞬で後から痛いみたいな。そうですね。はい。はい。自分もアメリカの刑務所の中で拘束あった時に自分のナイフでここどっちだっけな、こっちですよね。ここ全部ほらこうにこれ傷あるじゃないですか。自分のナイフで自分の指落ちそうになっちゃったんですよ。自分のナイフでですか。そうです。だからこうやって持って、あれやっぱつるって滑ってそのままこうで自分の指が落ちそうになっちゃったんですね。で、はい、でその時にその構想があの表に出なかったんですね。だけどやっぱ怪我してるやつがいっぱいいて、でそういう時ってあのなんですかね、あの全員一回部屋に戻して全員お巡りが来て、あのほら体に青タンができてないかとかこういうあざがない、あざがあったりするとそのまま独居連れて行かれちゃうんですね。でここも指が落ちるぐらいまで行っちゃってたんで、でこれ自分で 針と糸の、 あの洋服のやつあるじゃないですか、あれで3針自分で縫ったんですよ。この時は痛かったです。はい、この時は本当に痛かったです。だけどそれで懲罰行きたくなかったんで、もう本当に3針がいっぱいでしたね、はい、でもそれのおかげで懲罰行かないで、ほらこうやって手広げても見えないじゃないですか。であざもないから、はい、懲罰行かなかったっていうそういう思い出があります、ね、めちゃくちゃ痛いですよね。でもそのこれ通らないですよね、なかなか。いや通ります、すぐ。はい、あの針縫う針あるんじゃないですか、あれをこうやって少し曲げないと縫えないんで、はい、で一番細い針で、あの一番あのナイロンの糸あるんじゃないですか、あれで細いやつで、うん、抜歯を自分でするんですか。そうです。ここ、 あの顎もあれ全部自分でやりました。鏡見ながら。病院でやんないですか。病院で行ってない。あれ、あの後病院行ってないです。一回も。一週間ぐらい後に自分で取りましたね。あの食い込んじゃってすっごい痛かったんですよ。うん。計算らしいな。昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業なサクライブ。俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right